の未来である子どもたちに対してもそのような姿勢である政治が、災害が起こった時に皆さんの命を守ると思う方が間違いなんですね。実際は国がインフラ、衣食住、災害時にはその全てを国が一生懸命提供し、皆さんに災害より災害が起こる前の状況以上に復興させていくという気概が必要なんです。でも実際はそうはなってない。自助、共助、それで何とかしろというのは災害時も一緒だ。私はそれ間違ってると思います。例えば今回の災害が起こった能登半島っていうのは日本の面積、日本の国土面積の何パーセントですかってことを考えていただきたいんですよ。奥能登のみならず能登にある6、7町、6つの市町、これは国土面積の 0.45% 程度、 0.45% 程度の地域を発災から4ヶ月たった今でも水が足りていない、飲み水がない、そして下水道が通っていないから携帯用のトイレが必要だけれども十分な携帯トイレの提供さえもしようとしない。それどころかもうお前たち自分たちで立ち上がる頃だろうということで国からのプッシュ型支援さえも打ち切ってしまってるんです。3月の終わりに。とてもじゃないけどありえない。一言で言えば棄民です。民を捨てると書いて棄民。災害の時、これまでもそうでした。さまざまな災害においても途中で手を引く、そのようなことで完全にその被災された地域が立ち上がられない、立ち上がれない状況が過去の災害にも今確認できる。結果どうなりますかって言ったら、これ日本っていう国自体が弱くなるんですよ。安全保障という言葉を声高に叫び、アメリカのお尻を舐め、そしてさまざまな武器を買わせていただきながら、この国は安全保障だなんだと声高に叫ぶけれども、実際は足元の災害で人々を見捨て、その人々に生活復旧さえもままならない状態を与えてるっていうのは、これ安全保障問題として一番大きな痛手なはずなんです。絶対にやっちゃいけないこと、一刻も早く生活復旧が進み、そして前以上の復興が行えるような手当てをしていかなきゃいけない。それこそが本当の安全保障であろうと私自身は思っています。